マグリブを表す地域マグリブはアラビア語で沈む、日没するという意味の動詞に場所を表すを関するもので日が没すること、没するところを原義とする語。フランス語、英語ではマグレブというが日本語でもマグレブが頻繁に用いられる。正方の意味を持ち地域名としても用いられる。また、ムスリムの義務である一日五回の礼拝のうちの一つである 日没時の礼拝を指す言葉でもある。ここでは地域名としてのマグリブについて記す。地域名としてのマグリブはマシュリクに対して西方を、すなわちモロッコ、アルジェリア、チュニジア、西サハラの北アフリカ北西部に位置するアラブ諸国を指し、場合によってはリビアやモーリタニアも含められる。イスラム教と共にアラブ人が入ってくるまではベルベル人の居住する地域であった。 現在も多数派となったアラブ人に混じってベルベル人が残っている。1989年にマグリブ5カ国はヨーロッパ連合に習って経済統合を促進するためにマグリブ連合を結成したがアルジェリア情勢の不安定などから地域統合を進めることができず連合としての活動はあまり見られない。なお、モロッコのアラビア語による通称は定冠詞入りのアルマグリブである。 正式な国名はアルマムラかアルマグリビーヤといい、直訳すればマグリブの王国という意味である。フェズのクスクスタジンナベミント緑茶代表的な食べ物にクスクスとバスティラとタジンナベがある。主にクミン、ターメリック、サフラン、シナモンなどの香辛料を用い、味付けは香り高くマイルドだが、チュニジアではハリッサという唐辛子のペーストもよく使われる。 イスラム教の教義に従って豚肉を食べることはまずない。イスラム教では酒を飲むことが禁止されているが、創始国であったフランスの影響でロゼワインを多く産出する。ノンアルコール飲料の中ではミントと砂糖を入れた緑茶はとても人気がある。モロッコ料理は特に美食で名高い。ありがとうございます。